西日本の難読地名ベスト10。これはなんて読むんだ？全くわからないぜ。そんなに頭抱え込んで一体何悩んでるのよ。このクイズ番組の地名クイズがなかなか面白くてな。問題を解いてたんだぜ。ほうほう。で、マリサは問題解けてるのかしら？一つ前はわからなかったんだけど今回の問題は簡単そうだぜ。これって明らかに放出だよな。小学生でも読めるぞ。全く私を舐めすぎだぜ。ああ、これは放出じゃなくて、花点って読むのよ。え、ぷぷ。霊夢って頭悪かったのか？花点なんてそんな読み方するわけないだろ。答えは花点でしたー。ほら。ちょ、嘘、だろ。私、結局一問も解けなかったぜ。まあ、地名って難しい読みがたくさんあるものねー。それじゃあ、今回は西日本の難読地名ベスト10を紹介するわね。恐れいいな。よろしく頼むぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それじゃあ、マリサ。この漢字読めるかしら？餃子みたいな漢字だけどちょっと違うな。用紙とかか？ぶっぷー。正解は帯でした。最初の文字は折って読めるのか？そうね、最初の文字の読み方は普通は音は読まないわよ。まあ、昔は小太りと書いて帯と読んでいたみたいね。へえ、そうなんだな。そんなの私がわかるわけないぜ。それにしても一体どこの地名なんだ？宮城県日南市の中心にあるのよ。天正16年から明治初期までの280年間、帯藩に当時5万1000石の城下町として栄えたところね。ってことはもしかしてお城があったりするのか？そうそう、日本百名城やドラマの舞台として高い人気を誇る帯城があるのよ。すごいな、行ってみたくなったぜ。実は武家屋敷を象徴する門構え、風情ある石垣が残る町並みが、昭和52年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されたのよね。九州の象徴となんて言われているみたいだわ。それほど趣のある場所なんだな。それから、マリサにおすすめなのが幸せパワーがもらえるパワースポットね。その名も幸せすぎよ。めちゃくちゃ幸せになりそうなネーミングだな。四つの角にある四つの杉の対角線の中央に立つと、幸せパワーがもらえると言われているんだけど。ほら、マリサ不幸そうじゃない？今すぐにでも行った方がいいと思うわよ。おう。余計なお世話感満載だけど、確かに幸せになりたいぜ。それじゃあ、9位の地名は何て読むでしょうか？これ、素直に読んでいいのか？半家だろ？半家かもしれないわよ。ああ、確かに。どっちにしようか。よし、私の勘を頼りに半家にするぜ。正解は、ハゲでした。悩んだ時間を返してくれ。まあまあ、そう怒らないの。ちなみに高知県四万十市にある地名よ。それにしても、その読みちょっと面白いよな。何か由来とかあるのか？そうね、一説によるとこの地に住み着いた平家の内人が源氏方の追討を逃れるために、平の横線を移動させて藩にしたためと言われているらしいわ。へえ、そんな話があるんだな。ハゲは JR 淀線にある駅で、電車は四万十川沿いの山あいを進んでいくのだけれど、四万十川や山の深い緑があったりと本当に素敵な景色らしいわよ。それは見てみたいな。でも電車のアナウンスでハゲー、なんて言われたら私笑っちゃうかもしれないぜ。今のところ全問不正解だけれど大丈夫かしら？次のこの地名は読める？次こそは正解するぜ。そして、これはどうせ素直に読んじゃダメなやつだろ？おお、マリサすごいじゃない。次はなんだか読めそうね。ズバリ、朝海。あれ？結構素直に読んでるわね。ああ、実はこれ以上漢字の読みが思いつかなかったんだ。まあ、マリサだものね。それじゃあ、正解は朝波でした。またしても読めない読み方じゃないか。でも海を波って読むなんてなんだかおしゃれじゃない？ちなみに、愛媛県松山市にある地名よ。それにしても朝波ってなんだか可愛い読み方だな。海が近いからこんな名前の地名になったのか？海の漢字が使われているんだけど、実は地名と海は関係ないのよ。かつて朝波地区内を流れる小田川が氾濫することが多くて、辺りが水浸しになることがあったみたいなの。その水浸しの様子を海に例えて、まるで浅い海のようだと表現したことから、朝波という地名が生まれたらしいわ。へえ、面白い由来だな。松山市の最北端にある朝波は、休耕田にコスモスなどの花が植えられていたり、みかん栽培やカタクチイワシ漁、アジ釣りなどもされているみたいね。そうなんだな。私もアジ釣りしたいぜー。マリサはアジじゃなくて長靴とかタイヤ釣れそうよね。動物の森じゃないんだからそんなものめったに釣れないぜ。それじゃあ、次の漢字はわかるかしら？これは、私か？いや、普通すぎか。わかったぜ、獅子でどうだ。ぶっぷー。正解は記載地でした。いやいや、私を記者なんて読まないだろ。実はこの名前にも歴史があるのよ。日本書紀によると、天皇の妃の用事をする役所を記者といい、
また妃のための農耕をした人などを妃と称していたらしいの。ほうほう。この時代は私を妃と呼んでいたってことか？そういうことね。推古天皇時代から皇室領であった、片野の村々は皇后の部の民であったんだけど、妃地という変わった地名の由来は、その中心となった村であることからも、妃の力なまって妃地となったらしいのよ。へえ、そうなんだな。地域の中央には生駒郡を経由して大和の国とを結ぶ岩船街道が走っていて、妃地は天の川沿いの中心的な集落となって発展したものらしいわ。地域内には今も古い家屋が多く残されているみたいね。古い家屋かなんだか時代劇のセットみたいだな。ハイキングコースやキャンプ場、アスレチックに果物狩りなんかも楽しめるところみたいね。駅から5分ほど歩いたところに植物園なんかもあるみたいよ。わぁ、子供が喜びそうな施設ばっかだな。私も行ってみたくなったぜ。確かに家族連れにはいいかもしれないわね。私にもマリサという子供がいるし、今度行ってみようかしら。おいおい、素直に行きたいって誘えばいいものを。霊夢、私と行こうぜ。まあ、しょうがないからいいわよ。あれ、何か思っていた反応と違ったぜ。それじゃあ次この地名は読めるかしら？原木か、あ、キビキとか？ふーん、本当にそれでいいのね？というよりそれ以外答えが見つからないんだぜ。正解はキュウラギでした。絶対にわからない地名じゃないか。佐賀県唐津市にある町の名前なんだけど、石炭の町で知られていた町なのよ。へえ、そうなのか。この名前の由来とかはあるのか？そうね、いろいろあるみたいなんだけど一般的に言われているのが、大昔この地にあった大楠がとても威厳のある清らかなる木で、転じて清らきとなり、威厳の源の字を当てたという話ね。ほうほう。つまりは当て字ってわけだな。やっぱり私がわかるわけないぜ。旧ラギ町には芸術の森や温泉なんかもあるみたいなんだけど、一番びっくりするのは道の駅22メートルもあるさよ姫の像があるらしいわ。すごくでかい像だけどさよ姫って誰だ？日本三大秘伝物語というのがあるんだけど、マリサは知ってるかしら？秘伝物語。全然知らないぜ。そのうちの一つにさよ姫が出てくるのか？まあ、そういうことね。簡単に説明すると恋愛関係にあった人とお別れをしなくちゃいけなくなって、その遠ざかる群仙に向かって鏡山から半歩を振って別れを惜しんだらしいの。ほうほう。もしかしてあんなに別れを悲しんでいたのに、すぐに他の男を好きになるとかいう秘伝か？そんなわけないでしょ。あまりの悲しさに7日7晩泣き続け、ついには石化してしまうというお話なのよ。そんな結末なんだな。悲しいぜ。鏡山にもさよ姫の像があるみたいなんだけど、その悲痛さが滲み出るような表情をしていると有名みたいね。そうなのか、でっかい像も鏡山の像も見たくなってきたぜ。それじゃあ次はこの漢字。もう半分よ、そろそろ当ててもらわないとね。ぐっ、煽ってきたぜ。それにしても、なんか美味しそうな地名だな。明らかに特遇だろ？ブー、正解はコットイよ。これはもう読めるとかのレベルじゃないな。てっきりお弁当の名前かと思ったぜ。山口県下関市にある地名なんだけど、この地名にはいろいろな由来があるのよね。へえ、そうなんだな。どんな由来があるんだ？まずは目牛の意味を示す方言のことイから取ったという説ね。それから日本海に面した小さな入江を示すことイから取ったという説。他には主に王京犬な牛のイから来たとも言われているらしいわ。そんなにいっぱい由来の説があるんだな。コットイにあるコットイ港ではイカ釣り船が岸壁に停泊していて、剣先イカをはじめ様々なイカが水揚げされるらしいわ。あれ？牛じゃなくてイカなのか？そのコットイ港で水揚げされるカツイカと、豊北市場に出荷されるイカのうちの A ランクのものをコットイイカと呼び、今は最高級のブランドとして全国的に高い評価を得ているらしいの。牛なのかイカなのかわからなくなってくるけど、ぜひ食べてみたいぜ。それじゃあ次の漢字はこれよ。わかるかしら？学問字以外のなんて読むんだよ。あらあら、なんだか諦めモードね。それじゃあ、ヒントよ。長そうな読みだけど実は3文字だけなの。これで読みが3文字か。ガモロとかか？残念。正解はカムロでした。うわ、なんかちょっと惜しくないか？確かに今までで一番惜しかったわね。この調子でいけばいつかは正解しそうだな。よし頑張るぞ。カムロはどこの地名なんだ？和歌山県橋本市の地名よ。地名の由来はかつてたくさんの梅の木があり、春先に梅の香りが満ちていたことから、カムロと呼ばれて、その後カムロとなったと言われているみたいね。へえ、梅の香りが満ちているなんてなんだか素敵な雰囲気だな。それから毎年受験シーズンになると、学問の道に入るという読み方ができることから、受験生の縁起担ぎに人気があり、カムロ駅入場券を期間限定で発売しているらしいの。なるほどな。
確かに受験には縁起の良さそうな地名だな。私も頭が良くなるように、受験シーズンに入場券買ってこようかな。それは、頑張ってる受験生の邪魔になるからやめた方がいいわ。しかもそのシーズンにマリサなんて見たら縁起悪いじゃない。おい。すごい言われようだけど確かに邪魔になりそうだからやめておくか。ついにあと3問で終わりだけど、意気込みをどうぞ。そうだな。ここから全問正解を目指すぜ。はいはい、それじゃあこの漢字は読めるかしら？英検丸。あ、惜しい。正解は A の丸でした。犬の読みがのは反則だぜ。マリサの全問正解の夢はここで絶たれたわね。ちなみに福岡県北九州市にある地名よ。夢が絶たれるの早すぎだぜ。それにしても、なんだか犬の名前みたいで可愛いな。この地名の由来は何なんだ？実はこの付近は昔、入江だったみたいなんだけど、英検丸という船が来ていたらしいの。その船の名前が地名として残ったみたいよ。船の名前がそのまま地名になったのか。それは面白いな。もしマリサ丸っていう船が入江に来ていたら、マリサ丸っていう地名になってたかもしれないわよね。へへへ、それいいな。その時代に生きていたかったぜ。そういえばこの地域はどんな場所なんだ？そうね、ここは閑静な住宅が広がっていて、とても暮らしやすい場所らしいわね。そんな場所にマリサが来たらみんなびっくりしそうよね。いやいや、一体私はどんな風に見えてるんだよ。その発言に驚きを隠せないんだぜ。それじゃあ、次はこの問題よ。次こそ読めるかしら？このまま読むと、春短歌？いや、でもこれだとオッサンズラブになっちゃうよな。悩んでいるようだからヒントよ。食べ物の名前と一緒ね。それは、いいヒントだな。はるかって確か洋とも読めるよな。おお、いい線いってるわよ。洋のつく食べ物。ズバリ、洋なしだ。そっち、嘘でしょう？正解は洋館でした。ガーン洋館だったのか。惜しかったわねー。ちなみに島根県出雲市の地名よ。絶対正解できると思ったのに。この地名にも由来があるのか？あるわよ。まあ諸説はいろいろあるみたいなんだけど、一般的に言われているのがその昔、ひい川が注ぐ岸根池という大池があり、遥かに水をたたえるが変化して洋館になったと言われているみたいね。なるほど。それでこの漢字になったんだな。しかもこの漢字は漢とも読めるのよ。それは初耳だぜ。マリサはもっと漢字を覚えなきゃダメね。洋館駅は昔、洋館峠を越える、学園寺への巡礼の道の入り口だったみたいで、駅の周りには一丁地蔵や神社、寺が多数あるらしいわ。へえ、そうなんだな。なんだかパワースポットになりそうな場所なんだな。さあ、最終問題よ。このままマリサは全問不正解になってしまうのかしら。いや、何かあともう少しで正解になる雰囲気だからな。次こそはいけるぜ。それじゃあ、この地名はわかるかしら？さすが最終問題。難しいな。よし、ヒントだ。ヒント頼むの早すぎよ。そうね。この漢字の読みは6文字よ。あとは漢字をよく見ればなんとなくわかると思うわ。この規模で6文字？あ、わかったぜ。答えは差し通おかだろ。あれ、まさかの正解か？ぶっぷう残念でした。正解は風しが丘でした。ガガーン。全問不正解。マリサ、残念だったわね。ちなみに香川県綾川町の地名よ。この地名には由来とかあるのか？それが特に記述とかはないらしく由来は不明らしいの。でもカザススという言葉には花を神に刺すという意味があることから、ロマンチックな響きや優雅な品格を名称に込めたものであったのでは？と言われているみたいね。ほうほう、確かに綺麗な言葉だな。それから駅には桜並木があって春になると満開の桜がとても綺麗な駅らしいわ。それはぜひ行ってみたいな。香川県を通る地方鉄道の琴電と桜並木を一緒に写真で撮ると、絵になる綺麗な写真が撮れるらしいわよ。私も行きたくなっちゃったわ。マリサには桜と私の写真でもたくさん撮ってもらおうかしら。なんだか霊夢の専属カメラマンみたいな扱いされてるぜ。それにしても、結局一問も正解できなかったぜ。まあ、私からしたら思った通りの結果だけどね。というか、なんでこんなに読めない地名が多いんだ？そうね、それは歴史的なことが関係しているのよ。古い言葉がそのまま地名に残っていたり、多くの船が渡来したため、外国の地名や人名がそのまま地名になることもあったらしいわね。なるほどな。だからちょっと変わった読みとか、読めない漢字とかが使われているんだな。この他にも難読地名はたくさんあるから読めるかどうか挑戦してみるのも面白そうよね。確かに。私も一問ぐらいは読んでみたいぜ。みんなも知っている難読地名があったらコメント欄で教えてね。私も探してみるぜ。ご視聴ありがとうございました。